ベルビュー航空はかつて存在したナイジェリアの航空会社。1992年にラゴス州イケジャで設立され、ラゴスのムルタラモハンマード国際空港から国際線を含む定期路線を運航していた。2009年に倒産し、その従業員を引き継ぐ形でファーストネーション航空が設立された。1992年、ベルビュートラベルズとして設立。 設立当初はラゴスを拠点とした旅行代理店であり約、約マイナス40を使用したチャーター機の運行を行っていた。そしてその翌年にはダクラス DC-9 をリースして定期旅客便の運行を開始した。1995年には会社の拡大を進めるためにシエラレオネに子会社を設立した。ベルビュー航空のエアバス A300 から600。 ベルビュー航空のボーイング737から2002009年6月の時点でベルビュー航空は以下の空港へ就航していた。ベルビュー航空が運用していた機体は以下の通り。ディレクトリーワールドエラインズフライトインターナショナル P85BLLVIEWAI、e r l i n e s a t a i rlineupdate.com アーカイブと2012年9月4日アットアーカイブイズ・ハットオーガスト15エイティックニズオンベルベーラインズエーテールオブライフピークプランジエイティックニュース2020年7月31日閲覧ラゴスクラッシュ2005ハットンゼシアンディエクゴアンドアンウーカナイジェリア FG クリアーズチャンチャンギ、カンバーツベルベライセンスレボケーションツーサスペンション。This day,http コロンスラッシュスラッシュ<ー> ALLAFRICA.com スラッシュストーリーズスラッシュ200601030379 HTML2017 年8月29日閲覧。ベルベラインズフリート、エフリッツアビエーション。 www.airfleets.net 2017年8月29日閲覧ありがとうございます。